ハチトニ製パンから今日はゲストで小原良平さんにお越しいただきました。小原さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ここで改めてハチトニ製パンの情報をお伝えします。ハチトニ製パンは秋田駅東口秋田ノーザンゲートスクエアの1階に本店があります。営業時間は午前8時から午後4時までとなっています。そして秋田駅ビルトピコにもハチトニ製パンがあります。こちら営業時間は午前10時から午後8時までとなっています。ご存知の方も多いと思いますが、ハチトニ製パンは秋田ノーザンハピネッツが運営しているコッペパン専門店なんです。小原さん、大ちゃんが調査していたコッペパン、とっても美味しそうでしたね。ありがとうございます。美味しそうに撮っていただいてありがとうございますここで一緒に振り返っていただいてもよろしいですか。はい、はい、まずは最初にご紹介したアンホイップです。こちらですね。いや、美味しそうですね。ありがとうございます。秋田市地元にある松永製油さんの粒あんと、はい、ホイップクリームも自家製で毎朝仕立てて、程よい甘さのホイップクリームと相性がすごい良くてですね、これが本当に看板商品になってまして、はい、本当にいろんな年齢層の皆様にお楽しみいただいている商品になりますね。はい、ホイップ自家製だったんですね。そうですね、はい、田村さん、こちらの商品いかがですか。もう本当組み合わせがもう鉄板中の鉄板で、絶対美味しいだろうなっていうね、組み合わせで間違いないですよね。はい、はい、そして2つ目はですね、どっさりフルーツホイップ、はい、そちらについても教えていただけますか。はい、ホイップは先ほどと同じで、はい、自家製で仕立てているんですけども、はい、その上にですね、フルーツ、みかんとパイナップルと黄桃を乗せさせていただいて、おやつとして楽しめるような仕上がりになってます。いやー、美味しそうですね。こちらもこれ冷やしても美味しいんじゃないですかね。はい、トピコ店ではですね、はい、冷やして冷蔵でお楽しみいただけるように置いてますので、ぜひお立ち寄りいただけたらなと思ってます。はい、ありがとうございます。そしてもう一つ、こちらお惣菜コッペの北海道産牛肉入りコロッケ、はい、こちらですね。はい、ありがとうございます。これもまあインパクト、写真のインパクトがすごいんですけど、はい、その通り北海道産の牛肉を使ったコロッケをどんと2つ載せてまして、うん、お仕事頑張る方だったり、家事頑張る方だったりに、ぜひお昼ご飯に食べていただきたい一品になってますね。はい、もうコッペって名前についてないですもんね、商品名コロッケですもん。そうですね、コロッケメインになっちゃってますけど、はい、田村さん、ボリューミーですよね。こちら絶対美味しいですよね、うん、コロッケパンで、コッペパンがね、ふんわりしてるから、サクサクのコロッケとね、はい、コッペパンで絶対美味しいと、はい、ぜひね、これ食べてね、エネルギーつけてもらいたい一品ですよね。はい、はい、そして大ちゃんが一目惚れしたコッペもあったんですよね。すごい、それがこちらですね、はい、アイスコッペ、こちら夏季限定ということで、これ間違いない組み合わせですよね、これもね、うん、すごい美味しそう。もう夏で、はい、今販売はさせていただいているんですけども、ご注文いただいてから、ふわふわもちもちのパンをまず揚げさせていただいて、揚げパンにした後にひんやりとしたアイスを挟むっていう、オリジナルの一品になってますので、ぜひ。こちら初めて販売した年はいつだったんですか。オープンしたのが2021年なので、はい、2021年夏頃から、はい、欠かさずやらせていただいて、本当に夏の定番メニューになってます。はい、これ思いついた方は一体誰だったんですか。もう、うちの社長は、いやー、すごい。そうですか、本当に感謝を伝えたいですね。あ、伝えておきます、ありがとうございます。おこがましい、すいません。ありがとうございます。はい、こちらね、夏限定ということで、ぜひチェックしていただきたい一品ですね。はい、はい、こういうということで、秋田犬タレミミ大ちゃんが今気になっているものを調査する大ちゃんの気になるワン、今回はハチトニ製パンにお邪魔させていただきましたが、小原さん、また大ちゃん遊びに行ってもいいですか。そうですね、もうたくさん来てほしいです。はい、お待ちしてます。ありがとうございます。そしてここで小原さんからまだまだお知らせがあるということで、そうですね、そちらについて教えていただけますか。はい、先ほどご紹介もいただいたんですけど、ハチトニ製パンの秋田ノーザンハピネッツが運営しておりまして、はい、メインは本当にバスケットボールチームの運営なんですけども、それ以外にもさまざまな事業を取り組ませていただいておりまして、はい、秋田市大町にあるですね、秋田アクラビールっていうクラフトビールの醸造所を、2022年から運営しております。はい、そのアクラビールが出る今週末のイベントをちょっとご紹介させていただきたいなと思ってるんですけども、はいはい、東北地ビールフェスティバルっていうエリア中市で、うん、
やるイベントがありまして、東北北海道の10以上の醸造所の、美味しいビールと、ご当地 のフードが楽しめるというイベントになってますので、ぜひご都合つく皆様はご来場いただきたいなと思ってます。はい、田村さん、こちらこれはビールのフェスティバルですよ。すごい、3日間もこのビールのフェスティバル、はい、本当そうですね。小原さん、さっき出てきた北海道産牛肉コロッケ、あれね、多分ビールに多分合うと思うんですけど。そうですね、ありがとうございます。これは出店ってどうなんですか？秋田アクラビールのブースで、ハチトニ製パンのコペパンを急遽販売することにしましたので。なんと、ぜひやった、よろしくお願いします。田村さんに言われたからとかじゃないですよね。まあ、圧ですか？皆さんに楽しんでいただけるならば頑張りますので。いや、でも間違いなく合いますよね。最高じゃないですか。いや、たまらないですね。わー、嬉しい。はい、そしてこの東北地ビールフェスティバル、毎年ねエリア中市で開催されていて、はい、中心市街地の夏を賑わせていますのでね、ぜひ注目していただきたい。そしてアクラビールも出展されるということで、はい、そちらもぜひ足を運んでいただきたいです。日程を改めてご紹介します。6月21日金曜日は午後4時から午後9時まで、22日土曜日は午前11時から午後8時まで、そして23日日曜日は午前11時から午後5時までの開催となっています。会場は先ほどもお伝えしましたが、エリア中市にぎわい広場です。入場は無料となっています。さあ、ここまでコッペパンの情報、ハチトニ製パンの話題や東北地ビールフェスティバルについてご紹介いただきました。最後に小原さん、視聴者の方へ一言メッセージをいただいてもよろしいですか？はい、ありがとうございます。ハチトニ製パンご紹介いただいたんですけども、トピコ店と本店で、30種類以上のパン販売させていただいておりますし、はい、クラビルの方は今週 そのご紹介いただいた地ビールフェスティバルだったり、先ほども出ていたヤートセ祭りの方だったりにも、出展してますので、ぜひ地ビールも楽しんでいただけたらなと思ってます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。本日のゲストはハチトニ製パン小原良平さんでした。小原さん、ありがとうございました。ありがとうございました。